にちは。こんにちは。もっ、はい、これ借りてた本。あ、なあ、てか読むの早っ。ちゃんと読んだのかよ。当たり前でしょ。中学の読書の時間、誰が一番読むの早かったか忘れたの？そういえばそうだったな。ちゃんと本の内容入ってたか怪しかったけどな。そんなことより、君はなぜあの子がいるとぼーっとする？はっ、何言ってんだよ。おかしなこと言うやつだな、すいは。なるほどね。はい。探してる本が全然見つからなくて。なんてタイトルの本ですか？それがタイトル思い出せなくて。黄色の橋がメインの物語の本なんですけど。黄色の橋。これだけじゃわからないですよね。ごめんなさい。ちょっと。探しますんで、ちょっとだけ待っててください。はい。確か本の色も黄色だった気が。黄色の本。あった。なんとか。この本ですかね。あ、これです。ありがとうございます。湯気総一郎、じいちゃん。心身一語と諸冊。一、一日一つまで求むことが可能なり。二、使用方法。五芒星を一筆で書き、中央に湯気家純粋の勾玉を置き、九九如立流と求むことを思い馳せながら禅の朱印をし、発、湯気家の血を継ぐものであれば、この諸冊は主君の助くことの固めとなりて、道徳の範囲、何事なりとかなう。なんじゃこりゃ。まがたま。これのことか。朱印の禅。求めることを言ってから、
この呪文を唱えればいいのか。求めること、人の心の声が聞きたい。救急の律令。ああ、会社行きたくないな。今日のプレゼンまだ半分も出来上がってないのに。やばいよね。嘘だろ。あの、え、何、変態？ちょっと、変態じゃないですって。あ、ちょっと！はじめ？何朝から外に向かって叫んでんの？え、姉ちゃん。おはよう。急に規制上げて、大丈夫？熱い先生に相談した方がいいかな？いや、別に先生に相談することなんて何もないよ。え？あ、いや、その…とにかく朝ごはんできてるから、降りておいで。あのさ、姉ちゃん。何？変なこと聞くんだけど。え？うちのじいちゃんって一体何者？あ、ちょ、まさかはじめ、この妙な本をどこかで手にしてしまったの？姉ちゃん、やっぱりあの本のこと。あんた一体、あの本で何を求めたの？心を読めるようにね。自分の弟ながら引くわ。そんなことより姉ちゃんも知ってるんだよね、あの本のこと。はい、知ってるわ。私たちが子供だった頃に母さんから教えてもらったことがあるの。湯気家のものなら知っておきなさいってね。でも私はああいうおとぎ話みたいな話苦手なのよ。湯気家のものならって、うちの家系一体何なの？おじいちゃんの代で終わったみたいだけどね。湯気家は代々陰陽の家系だったみたい。陰陽？聞いたことない？陰陽師。ああ、陰陽師。え、陰陽師？その昔は有名な家系だったみたいよ。まあ、陰陽が必要とされてた時代は平安時代の時で、江戸時代になるとあまり必要とされなくなったみたいだけど。そうなんだ。っていうか、はじめ、あの本どこで？え、あ、ごちそうさま。あ、ちょっと！はじめ！陰陽師か。安倍の生命と五芒星のことぐらいしか知識ないな。あ、陰陽師の本あるか。今日調べてみるか。師範代。佐山さん、ご無沙汰してます。師範代もお元気そうで。いや、もう師範代でも何でもないんで、その呼び名はやめてください。いやいやいや、湯気総一郎様が他界されてから湯気院無料解散されましたが、
私の中で師範代は変わらず師範代です。そんな説明文みたいに。まあでも今もそう思っていてくれてありがとうございます。それじゃあ、ああ師範代、え、師範代はユギインブリを復興させようとは大思いではないのですか？あの時何度も伝えたように僕は剣の道はもう捨てたんです。それじゃあ。今日もいた。え、あの昨日はありがとうございました。あ、どうも。これ、え、もう読み終わったんですか？はい、あの後カフェに座って夜まで読んじゃいました。おすすめですよこの本。そうですか、じゃあ僕も読んでみますね。はい、それじゃ。はあ、少ししか話せなかったな。もっと話したかったのに、なんでもう帰ってるんだろう私。え？え？あ、いや、その、今日は本借りていかなくていいんですか？あ、そうですね。何か借りていこうかな。何かおすすめありますか？湯気はじめ。ん？え、湯気？自分、湯気はじめっす。あ湯気はじめさん。覚えました。で、何年ぶりなんだ、千代。はい。約300年ぶり。江戸の時代ぶりだそうです。そんなに使用されてなかった五芒星を今使うなんて。バカな陰陽もいるもんだな、まったく。なあ兄ちゃん。それで千代、その使用された五芒星の家系は？湯気家のものかと。湯気家？湯気の残党がまだ残ってるってわけ？湯気は幕末に各地へ散らばったと書物に記されていた。だから数名残党がいたとしても不思議ではない。がジンが言うように結界も張らずに五芒星を使用するなど、自ら殺してくれと言っているような。湯気の残党を始末できれば、玄弥様が渡り家の棟梁になられてから五件目の抹殺になります。名誉に尽きるな父上。なあ兄ちゃん、前回兄ちゃんが首取ったからさ、今回は俺に取らせてくんない？ねえ。ねえ、言っちゃってるよ、ジン。あくまで暗殺だからね。目立った行動すんじゃないよ。ああ、そんなこと分かってるわ、バーガーブス。はあ？結構は、次の五芒星が使用されてから確実に居所を掴んでから入念に。君さ、幼馴染じゃなかったら確実に職質かけてるよ。ん？え、何？あ、いや、なんかいいことあったんだね。え、わかる？はいはい、わかりますよ。いや、実はさ、図書館によく来る白崎琴美さんと今度食事行くことになってさ。え、嘘。日本トップ5に入るほどの奥手な君が女性とデート？まあ、あれだよね。ご縁っていうか、巡り合わせっていうか。気持ち悪。え？え？いや、顔に気持ち悪いって書いてるけど。うわ、最悪。警官失格だな、私。いやいや、ほら、あれだよ、あれ、あの、ほら、幼馴染だからこそ伝わる表情っていうか。じゃあ、そろそろ署に戻るわ。じゃあな、はじめ。頑張れ。おう、スイも頑張れよ。
冷凍をうまく活かせるには何を求めれば効率がいいんだろう。白崎琴美さんが僕のことを好きになって向こうから告白してきてくれる。救急の律令。うわっ、めっちゃきつい。あれ、光った色が前と違ったような。玄弥様。まあたく、バカな陰陽だ。飛び具なんか構えやがって。どうする？元気に。散る。行くよ。だよ、つまんねえな。気がついた？私、獲物の先に毒塗られてたみたいだね。傷跡は浅いけど、もう少し遅かったら手遅れだったよ。申し訳ございません。私がついていない。ちょっと、そんなにかしこまらないで。別にあなたたちはもううちの使用人じゃないんだから。大丈夫、大丈夫だから。あ、しょうこお姉さん、おはよう。昨夜乱闘があるって通報があって今調査してて。スイちゃん、立派にお仕事してるのね。あ、うん。それより乱闘の形跡が全然なくて何か知らない？
乱闘。ああ、酔っ払いが掴み合ってたのを見たよ。よくある光景だけどね。そっか、わかった。ありがとう、こんな朝早くにごめんね。いいえ、お勤めご苦労様。こんばんは、ゆげさん。白崎さん。あ、私の名前。いつも本借りに来てくれるので。あ、覚えててくれたんですね、ありがとうございます。あ、それ。これまだ半分ぐらいまでしか読めてないんですけど、確かに面白い本ですよね。あ、じゃあまだ片ひげの老人は出てきてないあたりですね。片ひげの老人。あ、うんうん、これ以上言っちゃうとネタバレになっちゃうから。はあ、あれ、琴美さんの心の声が聞こえない。てか今日一日誰の心の声も聞いてない気が。え、どうかしましたか？あ、いや、なんでも。インクがなくなってしまうところの話とか驚きませんでした？はい、すごく驚きました。インクがなきゃ彼の存在意義はないに等しいのに。まあ確かに。でも存在意義のない人なんて一人もいませんよ。目標がある人もない人も、生まれてきたその日から命尽きるまで存在してることに意義はあると思います。意義が分からず模索してもがくか諦めるか、それは人それぞれですけどね。はあ。え、あ、ごめんなさい、私ペラペラ持論なんて語っちゃって。あ、いえいえ、そんな。あ、じゃあ私そろそろ行きますね。あの、その白崎さんは、琴美さんは好きな人とかいますか？何ですか急に。あ、すいません。好きかどうかはまだはっきりしてないんですけど、でも気になってる人はいますよ。そうですか。あ、湯気さん。はい。私が気になってるのは。はい、そこまで。うぜえんだよお前、ラブコメなんてマジで吐き気すんだけど。お前誰だよ。このメス、お前が抱きたい女なんだ。バカなこと言うなよ。お前誰だよ。てか早くその手離せよ。はい、わかりました。って話すやついるわけねえよな、バーカ。おい、チンピラ、このご時世に何てもん腰からぶら下げてんだよ。てかお前今何しようとしてた？こいつ。すごい。いや、そんな。助けてくれ。
えてありがとう、湯気さん。長い長いよ、君たち。さっと済ませないと。さあやろう。さまどうした、その結果。はあ、元気に何であの女殺しちゃうかな。もっと利用すればうまく効率よくいったのに。元気にはほんと戦闘狂だな。相手は丸腰なんだから早めに済ませてばいいもの。あ、いった。あ、あれは！早く終わらせないから。目の前の奴ら！させるか！皆殺し！救急の律令！誰ですか？申し訳ございません、はじめ様。もっと早く私がおそばにいたら。いやいや、あなた誰ですか？なんで僕の名前を。私は湯気家を代々守護する新保家の末裔、新保かすみと申します。本名の。はい。そんなことより白崎様のこと無念です。はじめ様、心苦しいですが今お急ぎください。はじめ様を襲ったあの連中、渡り家という大名家を狙った一族です。奴ら我々を追ってきている可能性がありますので、一旦ご自宅へ。そうですか。だから僕があいつらに狙われて、それで琴美さんが巻き添えを。新保さんと言いましたっけ。霞で結構です。霞さん、聞いてもいいですか。はい。この本のこと。心身一言諸冊ですね。やっぱり知ってましたか。この本なんか矛盾してるんですよ。矛盾？はい。最初は恥ずかしながら人の心が聞きたくって手順に沿って求めました。そしたら次の日から人の心の声は聞こえるようになりました。けど次に琴美さんに告白してもらえるように求めたら、最初は緑に光ったのが次は赤に光って、琴美さんから告白されることもなかったですし、人の心の声も聞こえなくなってしまって。緑は式神受領、赤は式神拒絶です。え、簡単に言えば緑は成功、赤は失敗です。でもどうして。心身一言諸冊は全て求められる諸冊ではありません。裏ルールが存在します。裏ルール。説明には書かれていませんが、人の感情操作、命を奪うこと、
これらは式神の機嫌を損ねるそう。機嫌？機嫌？式神とは陰陽に仕える陰陽が刺激する鬼神です。人の心の善悪に敏感な神々は道徳に反する求めは拒絶されるそうです。なるほど。まあでも大抵のことは叶いますよ。しかし暦を巻き戻すことはできませんが。姉ちゃん、ただいま。姉ちゃん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 。かすみさん。はい。やつら僕を殺しにまた来るんですよね。おそらく。そうですか。よかった。は？式神、僕に奴らを蹴散らす力を。救急の律令を。かすみさん。はい。もう一つ聞きたいことが。バカじゃん、あいつ。そのまま自分が死んだことも気づかず死にな。は？何すんのがいけねえ。ああ、今元気に突っかからない方がいいよ。昨日の陰術で吹き飛ばされてめっちゃ機嫌悪いから。何それ。めんどくそ。逃げずに待ってるなんていい度胸だな。ねえ、あの女は私らがやっていいんだよね。好きにしろ。やるわよ。は、くそ。
なんで。渡り家に貴様のような弱者は必要ない。おいおい、嘘だろ、俺たち家族なんだろ。それだよ小僧、俺はな、弱者にはそそられないんだ。ごく稀にいるお前のような強者にしかそそられないんだよ。もう一つ聞きたいことが。何でしょう。式神は命を奪うことを拒絶するんですよね。ならその逆はどうですか。逆？蘇らせるということですか。はい。初7日以内であれば魂は三途の川へ向かいます。月神の手が届くのは三途の川まで。7日以内であれば死者をこの世に蘇らせることは可能です。本当ですか。はい。しかしそれを行うには大きな見返りを月神に求められます。見返り。それを求めた者の50年分の命です。50年。はじめ様は、翔子様、そして白崎琴美さんを蘇らせようとしてますよね。はい。それは実質、二人が蘇っても、はじめ様は、それと同時に命尽きるということ。かすみさん。はい。姉ちゃんのこと頼みます。式神、僕の命をお前にくれてやる。嫌だなんて言わせないからな。湯気翔子、白崎琴美、大森水の三人の命をこの世に返してくれ。救急のりつりゃ。Thank you.
So